どうもこんにちは、武田クリーニングです。早速始めます。パタゴニアです。タスパーカーです。月光グリーンです。まず袖黒ずみすごいですよ。でもね、めちゃくちゃ綺麗になってます。このリブグーッと伸ばして確認してもですね、もう黒ずみ全く残ってない。表も裏もね、本当に綺麗でございますよ。まあ、ちっちゃい傷穴開いてたりしたんですが、その傷穴もね、大きく広がるなんていうようなこともなくね、シミ汚れだけを綺麗にすることができました。こちらはですね、右袖なんですけど、右袖が特にひどかったですね。もう脇の下からずっと汚れついてたし、あとはね、襟です。襟、これフードの端っこの部分ね、もう裏地なんですが、もう完全に黒くなってるところは全部汚れなんですよ。これ汚れの首輪がですね、かなりすごくて、まあ、触った感じも非常に手触りが悪かったので、それもね、すっきりと綺麗になっておりますよ。パタゴニアダスパーカー着てらっしゃる方、大勢いらっしゃるかと思うんですが、どうですかね、洗ってますかね。綺麗な状態で着続けるにはどうしてもやっぱメンテナンスが必要でございますのでね、今日の動画を見て、自分のも結構黒ずみ目立ってきたななんて方はですね、最後まで見て、こんなに綺麗になるんだなというふうなことでご相談いただけると大変嬉しく思います。実はね、つい最近まで、この状態で着ていたわけではなくて、この状態になってしまってから数年間着ないで放置していたそうなんですよ。本当はね、もっと着たいんだけど、あまりにも汚れがひどすぎて、汚れが気になって、着られない。とはいえ、何をしていいかわからず、どこにクリーニング出していいかもわからず、そのまま放置してしまって数年経過していますというふうなことでございました。普段着としてもたくさん着ていたし、フリークライミングの時も着ていたので、いろんなシミ汚れがついていますというふうなことでございます。ポケットのところなんかもね、糸の跡ですかね、黒くなっていたりしますし、まあ、とにかくね、全体が汚れてます。右袖なんかはね、本当にね、すごい汚れですよ。でもね、汚れを気にして、着ていたわけではなく、汚れなんか気にしないで、アウトドアでレジャーで思う存分楽しむために来たわけですよ。まあ、そもそもパタゴニアさんはアウトドアブランドでございますので、アウトドアでレジャーを思う存分快適に楽しめるようなお洋服を製造販売しているわけですからね。だからこんなにたくさん来ていただいて、パタゴニアさんも嬉しいんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ、普通に普段着として着ていたとしても、やっぱり自分の首が当たるところをフルジップにした時に、顔周り、顎が当たる部分なんかはね、汗とか皮脂がやっぱりつきやすいところでございます。それがね、どん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 蓄積されていって、こんな感じで汚れの首輪になってしまって、手触りも非常に悪かったですね。左袖はね、右袖に比べてそうでもないんですが、でも左袖だけ見れば、左袖だって結構な汚れ具合でございますよ。でね、袖にはちっちゃい傷穴が開いていました。まあ、これぐらいだったら、まあ、あるあるですね。リブのところにもありますし、でもフードの端は汚れはかなりありましたが、まだ穴は開いてなかったです。でもね、一番ひどかったのは裾ですね。裾はね、もう完全に破けちゃっていて、中のドローコードが露出している状態です。まあ、ドローコードある分ね、擦れの多いところになっちゃうので、ちっちゃい傷穴が開いて、どんどんそれが大きくなって、傷穴と傷穴の間隔も狭くなって、破けちゃうというような状態です。ほら、裏地までね、相当汚れてますよ。まあ、お客様もね、大満足ですとおっしゃっていただいたんですけども、僕も大満足ですよ。本当にね、綺麗になってね、ニヤニヤしておりましたよ。ファスナーの稼働はね、全部スムーズでございますし、プラパーツも全て大丈夫でございますし、リブの伸びもね、大丈夫でございます。あとドローコードもゴムなんですけど、これの伸びも大丈夫、ちゃんとテンションありますね。ただね、やっぱこれだけ、汚れがひどいわけですから、綺麗にするにはそれなりの手間はかかります。でも手間をかければ綺麗になるんですよ。手間をかけても綺麗にならないのと、手間をかければ綺麗になるのでは、ものすごい差でございます。じゃあ、どんな手間をかければいいのか、綺麗になるまでその適切な手間をかけ続けてくれるのか、それはね、クリーニング屋さんによって差があると思います。仕上がりの差もあれば、料金の差もありますよ。まあ、動画じゃわかんないんですけども、手触りも非常にサラサラと良くなって、綺麗な生地を触ってるなという感じがいたしますし、あと匂い、
匂いもね、ちょっと望ましくない感じの匂いがしていたんですけど、それも無臭になりました。それからですね、中綿、プリマロフト化学繊維が入ってるんですけども、それもね、立ってるなと思っていたんですけど、これもね、いい感じに膨らんだと思います。もちろんダウンみたいに空気を入れることでパンパンに膨らむなんていうようなことは化学繊維の綿はないんですが、それでもビフォーアフター比較すればですね、膨らんだなというふうなことが実感していただけるんじゃないかなというふうに思います。見て触って、そして羽織った時にですね、すごくその違いを感じていただけると思いますよ。やっぱりとことん着ることができる服っていうのは気に入ってる服なわけですよ。だからね、これからもずっと着続けたいと思っているからこそ私の出番なわけですね。どんなに汚れていても大丈夫です、この状態で依頼するのが恥ずかしいとか全く思う必要ないですよ。お預かりの状態とお客様のご要望から最善のメンテナンスをご提案させていただきます。常にね、パタゴニア、ダスパーカーだったらこの作業するんだなんて決まってないんですよね。だから作業時間もまちまちなんですね。作業時間が短ければお安いし、作業時間が長くなればお高くなります。とはいえ、依頼してくださるお客様にとっていくらですかっていうのはね、すごく気になるところだと思います。ただ私はですね、綺麗にできるのかなっていうふうなことをですね、すごくやっぱり意識するんですね。だっていくらお安くてもね、綺麗にならないんじゃ意味がないというか、コスパ悪いですよね。あとはぜひね、裾の破けてるところをね、パタゴニアさんで直していただいて、またガンガン着ていただきたいなと思います。こんなにね、綺麗になったんだから着るのもったいないなんてね、思うのはほんの一時でございまして、またガンガン着ていただきたいなと思いますよ。とにかく丈夫で長持ちです。テクニカルな着方でも OK だし、タウンユースでおしゃれな着方でも OK だし、寒いからってことでね、屋外だけじゃなくてね、室内や車内でだって OK ですよ。とにかく万能です。そしてこの年代のダスパーカーは古着好きな方は大好物ですよね。今日の事例のようにシミ、汚れ、匂いゼロになる可能性がありますので、ぜひご相談してみてください。今日はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。